ナンバーアンダーラインアイが表紙に登場エルジャポン3 5周年記念号の魅力を徹底解剖六本木ツタヤ書店で開催中エルジャポン3 5周年フェアで見逃せないセレブリティの祝福メッセージエルジャポンの創刊35周年を祝うイベントが東京の六本木ツタヤ書店で開催されていますこのイベントは雑誌の歴史を振り返るとともに 人気セレブリティからのお祝いメッセージ動画を楽しむことができるという魅力的な展示内容となっています。このような盛大なフェアが行われることは、雑誌「エルジャポンの影響力とその長い歴史を感じさせるものです。創刊35周年という大きな節目を迎えるにあたり、雑誌の歴史や影響力を改めて振り返ると、多くの人々にとってどれほど重要な存在であるかがわかります。エルジャポンは ファッションとライフスタイルを融合させたコンテンツで知られており、その革新的な視点は多くの読者に影響を与え続けています。雑誌の創刊以来、ファッションのトレンドを先取りし、読者に最新の情報を提供するだけでなく、女性のエンパワーメントや社会問題にも積極的に取り組んできました。これは単なるファッション雑誌ではなく、文化的な現象としてのエルジャポンの重要性を示しています。 この35年間、エルジャポンは多くの変革を遂げてきました。時代とともに進化し、デジタルメディアの時代にも対応してきました。特に最近では、インスタグラムやその他のソーシャルメディアを活用して、読者との新しい形のコミュニケーションを構築しています。これにより、雑誌の影響力はさらに広がり、多くのファンを魅了し続けています。今回の六本木ツタヤ書店でのフェアも、 その一環として、読者とのつながりを深めるための重要なイベントです。イベント会場では、35年間の歴史を感じることができる展示が行われています。例えば、年表を通じてエルジャポンがどのように進化してきたかを視覚的に確認することができます。また、人気セレブリティからの祝福メッセージ動画も公開されており、その内容は多岐にわたります。これらの動画は、 雑誌の影響力を改めて実感させるとともに、セレブリティたちがエルジャポンに寄せる敬意と感謝の気持ちを伝えています。さらに、イベントでは、エルジャポンの表紙を飾った数々のファッションアイコンたちの姿も紹介されています。これまでに表紙を飾ったモデルやアーティストたちは、ファッション業界においても一流の存在であり、そのスタイルは多くの人々に影響を与えています。彼らの姿を見ることで、 ファッションの進化とともに、エルジャポンがどのようにその時代を反映してきたかを理解することができます。創刊35周年を迎えるにあたり、エルジャポンのこれからの展望についても注目が集まっています。雑誌の編集長やスタッフたちは、これからも革新的なコンテンツを提供し続けることを目指しており、新しいチャレンジにも積極的に取り組んでいます。デジタルメディアの時代においても、 エルジャポンのブランド価値を維持ししつつささらに進化してていいくことが期待されています六本木ツタヤ書店でのイベントはそうした「エルジャポンの過去現在未来を一堂に会した貴重な機会ですこのフェアを通じて多くのファンが雑誌の魅力を再確認し新しいファンが「エルジャポンの世界に触れることができるでしょう雑誌の歴史を振り返りながらこれからも エルジャポンがどのように進化し続けるのかを楽しみにしていますまた今回のイベントを通じてエルジャポンのコミュニティが一層強化されることも期待されています読者との直接的な交流を通じて雑誌のファンベースを広げるとともに読者の声を反映させたコンテンツ作りにも役立てることができるでしょうこれによりエルジャポンはさらに魅力的な雑誌となり 多くの人々に愛され続けることができるのです創刊35周年を迎えたエルジャポンにとってこのイベントは新たなスタートラインでもありますこれまでの成果を振り返りつつこれからの新しい挑戦に向けて一歩踏み出すための重要な機会です雑誌の編集部やスタッフたちの情熱と努力によりエルジャポンはこれからも多くの人々に影響を与え続けることでしょうこのように 六本木ツタヤ書店で開催されている「エルジャポン創刊35周年記念フェアは雑誌の歴史とその影響力を感じることができる貴重なイベントです多くのファンが訪れ雑誌の魅力を再確認することで「エルジャポンのコミュニティが一層強化されることを期待していますそしてこれからも「エルジャポンが進化し続けファッション業界において重要な役割を果たしていくことを楽しみにしています イベントは7月11日木曜日まで開催されておりこの期間中に多くのファンが訪れることでしょうもし機会があれば是非訪れてみてください雑誌の歴史を感じながらセレブリティからのメッセージやファッションアイコンたちの姿を楽しむことができますそしてエルジャポンがこれからもどのように進化し続けるのかを見守りながらその魅力を再確認してみてください エル・ジャポンの35周年フェアは、ただの記念イベントにとどまらず、雑誌の未来を形作るための重要なステップでもあります。これまでの歴史を振り返ることで得られるインスピレーションは、これからの編集方針やコンテンツに新たな方向性を与えるでしょう。特に、読者からのフィードバックは非常に貴重であり、雑誌の進化に欠かせない要素となります。フェアの期間中、 来場者が共有する意見や感想は今後のエル・ジャポンの成長にとって重要な指標となるのですまたこのイベントはファッション業界全体にとっても大きな意味を持ちますエル・ L、ジャポンの成功は多くのデザイナーやモデルアーティストにとってもインスピレーションの源となってきました彼らは雑誌を通じて新しいスタイルやトレンドを発信しその影響は世界中に広がっています イベントを通じて、エルジャポンがこれまでに果たしてきた役割や、今後の可能性について再認識する機会となります。さらに、このような大規模なフェアは、ファッションファンにとっても貴重な体験です。彼らは普段紙面でしか見られないセレブリティやファッションアイコンたちのメッセージを直に感じることができ、雑誌の世界観をより深く理解することができます。このような体験を通じて、 読者のエル・ジャポンに対する愛着は一層強まり、雑誌のファンベースがさらに広がることでしょう。この35周年フェアでは、特にナンバー・アンダーライン・アイを表紙に起用したことが話題となっています。ナンバー・アンダーライン・アイは現在のファッション界で注目される存在であり、その起用は、エル・ジャポンの先見性と時代をリードする力を象徴しています。彼らのスタイルやファッションに対するアプローチは、 多くの読者にとって新しい刺激となり、雑誌の魅力を再確認するきっかけとなるでしょう。また、今回のイベントは、エルジャポンのブランド価値を再評価する場でもあります。雑誌がこれまでに築いてきた信頼と影響力は、ファッション業界だけでなく、広く社会に対しても大きな影響を与えてきました。例えば、女性のエンパワーメントや社会的な問題に対する取り組みは、 エルジジャポンのの一貫したテーーマであり多くの読者にととっってて重要ななメッセージとなっていますイベントを通じてこうした取り組みを改めて振り返り今後の方向性について考える機会となるでしょう最後にこの記念すべき35周年を迎える「エルジャポンに対するあなたの思いをぜひ聞かせてください雑誌に対する思い出や感想そしてこれからの期待についてコメント欄でシェアしてみましょう あなたの声が、これからのエルジャポンをさらに魅力的なものにするための一助となることでしょう。